その女の子のコンセプトカフェが実際にあったコンセプトカフェを僕が引き継いでやるという感じになりましてでそのコンセプトカフェが赤字だったというところで僕が救いたいということで入ることになりましてそれで黒字に持っていくことができる実績があったのでメンズコンカフェをもう1店舗持たせてもらうことになりまして2店舗のコンセプトカフェのオーナーをやらせてもらってました。そしてえーまあ今回は 従業員の不祥事ということでいろいろ問題がありましてそれであの責任を取れということで解雇処分となったので今現在仕事がありませんその赤字だったところを黒字に転換するマネジメントの技術は結構高いんですかご自身はなんか僕自身がホストをやってたっていうのがあって、はい、で女の子のコンセプトカフェなんでホストとしての管理能力っていうのを生かしてまめ、あ、に LINE をしてあの メンタルケアをしたりとか、ね、仕事の面でこまめに LINE で、はい、あとはまあ常にお店にいたんで、うん、お店で気づいたこととかあったりしたら言ってたりとかお客様にお酒をドリンクをもらう方法とかをいろいろ教えてはいましたごめ、うんなさいね3月にこのコンセプトカフェの店長というかオーナーになったんですよね、はい、その時点で赤字だったんですよね。あのはい、僕が入る前まででは赤字トトントンの売上でした あ2月までは二月まではでで3月に入りました、はい、で3月末がもう黒字だったとはいその時に僕がホストの時に知り合ったコンセプトカフェで働いてる女の子がいたのでその子たちを一回一斉に連れてきてそれも含めてそれマネジメント能力ではないですよねお客さんを持ってる女の子を引っ張ってきてその売り上げをつけた、はい、でそれを認められて4月に2店舗目任せよって言われた そ,うですその女の子を連れてきてあげた部分とあの既存の女の子の部分の売り上げも実際に上げた結果が出たんで今回は2店舗目をっていう話でした、うん、それは劇的に上がったんですか劇的に上がりましたね純利益で最初の3月が96万ですでその次の月が純利益で120万っていう感じで。 5月6月が150万170万っていうふうに徐々に上げていきましたねでトントンからすると100万ぐらいひっくり返したよっていうことですねなる変な感じします、はい、なんかスタッフさんの不祥事じゃないですか本当に。はい、でまに、あ、知っててその止めれなかったっていう部分もあるのかもしれないですけど、はい、こんだけその利益出せる店長なんだったら、はい、そのスタッフの不祥事は不祥事で マイナスで良くなないいことだったかもしれないけど店に残したいっていうのが普通のオーナーさんとか投資家さんの判断になると思うんですけどその上で解雇になってるのって何でなんですかね他にも理由があるんじゃないですかねもしかしたら 2> 2つ選択肢があったんですよまあ減給という感じで固定給にして残ってもらうかその解雇か選べって言われたんであ<ー>残っては欲しいからその代わりやっぱ罰は罰だから減給っていう。 無期限でで固定給になっちゃうみたいなそそうそもともとはじゃあそれでやっぱり僕はなんかこのやり方があんまり好きではなかったんでそのやめるっていう方向を最終的に選ばしてもらって今に至りますじゃあ解雇っていうか自分で選んで退社したっていう形なんですね一応最終的にそうですねあなるほど でも確かに昼間の世界から聞くとなんかすごい理不尽だなと思うけど夜の世界だとこれ結構往々にあるっすよねこういうの結構あると思います絶対ありますね、はい、なるほどなんかさんかさが不感いいっぱいの顔しますよ <laughs> マネジメント能力って言って実は自分のお客さんを呼んでたっていうことだしでさらに今度はクビになったってって話ですけど実は固定給で残ってほしいって,言,って,言,って言及だから辞任したって話じゃないですか。 だからこの短時間で僕たちが知ってる言葉というか表現と全然違うっていうのが起きてんですよね。だからもう今後自信ないです。<laughs> なんか,か話してもその言葉が僕たちの知ってる言葉じゃないかもしれないっていうのが続いちゃう気がして。ちょっと経営自体が初めてだったね。そういうシステムは確かに。だけどねその、売上を実際上げられたりとかそういうのは関係ないかもしれないけどなんか なんかすごくゆっくりコミュニケーション取らないと、なんか、不安。はい、以上です。<laughs> <laughs> すいません。